判断してくれという話だったんですが、それでも十分低いです。ご覧ください、はい、さあこれオートコックピットですから皆さんレフトで見えますよ。このエンジンの音最高ですね。最高ですよね。音というよりなんかもう音楽ですね。ミュージックですね、これはね。最近ね外をね暴走族がブン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 走っててうっせーなーと思うけど、この音聞くともう子守歌みたいですよね。全然問題ないですよね。サウンドに酔いしれてます。もう一度よろしくお願いいたします。ね、いい音するでしょうって本人もおっしゃってましたけどね、はい、これ飛行機に書いてる番号がね JA725D ですね、はい、これジュリエットアルファ725デルタっていうふうにこういうふうに呼びますね。 J から始まるってことはこの飛行機は日本国籍だということですね。昔ね、あの軍隊で使った赤トンボ、おそらくこんな感じで飛んでたんでしょうね。なるほど。さあ皆さん高度低いですよ。はい、今が一番見えてます。手振りましょう。十分楽しませていただきました。またよろしくお願いいたします。帰りを気をつけて。はい、そういうことで、ね、最後、一回ローパスをしてそのまま八尾の空港に帰るということですね。右から、進入していきます。最後の進入はまた皆さん、これね、こういう飛行機のね DVD 見ながら飯食えるんですよ。そうですよね、わかりますよ ね。さあこれが最後のローパスになります。皆さん、手を振ってくださいね。本当は低いな。すごいなこれは。いつもより低く飛んでいます。お前さんありがとうございます。気をつけて。はい。